木もありますし、はしごを使う手もあるでしょ。雨どいをよじ登って2階に至ることも不可能とは言い切れません。しかし、これをさせるわけにはいきません。ほう、させぬとな。ではどうしたというのか。まさか夜通しゲストハウスの周りをぐるぐる回って寝ずばんをしたとでも言うのか。いや、それはできないよな。そなたはラウンジにいたのだから、ラウンジの窓から見える外は外周の一部に過ぎない。そうです、私は外壁を2階まで登るあらゆる方法を完全に防ぐことはできません。しかし2階へ侵入することを防ぐことはできました。侵入を防ぐと。すでに読めている手です。恐ろしい、ここまで必要とは。ゲストハウスはその構造上、外部から2階へ侵入するには窓を使うほかありません。施錠？どうでもいいことです。ただ窓が、鎧戸が一度も開かれなかったことを保証すればいいだけの話だったんです。私は黄金の隠し場所に立ち会い、その後ゲストハウスへ戻ってすぐラウンジを通過せずにゲストハウス2階へ至ることのできる全ての方法を断絶する工作を開始しました。へえ、同じことです。これまでと何も変わらず。あんた、まさかゲストハウスの全ての窓にお得意の封印をしたって言い出すの？あの天気の中、その格好で。一応漂着時の水着持ってますので。イカれてやがるぜ。客人として迎えられた家でまだ何も起こってないのに、あの雨の中そんなことをして回るってのか。普通の人間なら絶対にありえない不審な行為です。ですが彼女は魔女の駒ですから。言う人は我が後宮家を何だと心得ておられるのですか。客人として迎えた恩も忘れ。探偵にとって後宮家は事件の舞台以上にも以下にもなりません。私にとって事件発生前に重要なことは登場人物の名前を覚えることと地形構造を覚えること、来たる事件に備え各種アリバイの取得準備および工作に専念することです。事件発生前に何の準備もしない探偵は私から見れば三流かと。逗留先で人が死ぬと私たちは知っているのだから。そしてエリカは事件発覚と同時に全ての封印が破られていないことを確認したわ。エリカが死体発見時に一番にいとこ部屋に到着しなかった理由はそういうことよ。死体なんて見分しなくても赤き真実でいくらでも確定が取れる。それより重要なのはアリバイ構築のための封印の確認だった。我が主は完璧です。私は主に命じられたままに全てを完璧に証明しただけです。見事よエリカ、私の分身、私の駒。どうラムダ、これでラウンジでのエリカの見張りはアリバイ構築上絶対の信頼性を持つことが証明されたと思うけど。ええ、認めるわエリカ、あなたの封印は完璧よ。私が赤で認めるわ。
ゲストハウス2階へはラウンジを通過しない限り至ることはできず、ラウンジにいたエリカに知られずに至ることは不可能。ありがとうございます、ラプダデルタ卿。以上により次のことが確定したわけです。大ベアトリーチェ卿、以上により犯行時刻は生存確認をした24時からラウンジで談談が始まった午前1時までの1時間の間に限定される。すでにお話ししていますが、私は24時にラウンジにおり、そこで南條先生と意気投合し、午前1時まで書庫でミステリー談義にふけっておりました。お恥ずかしながらすっかり熱中してしまっていたため、その間廊下を誰かが通り抜けても私は気づけませんでした。探偵にあるまじき痛恨のミスです。つまり逆説的に申し上げるとこういうことです。いとこ部屋に至って犯行を行えるのは24時から午前1時までの間にアリバイを失う人物だけということです。人間のくせに、なんてやつ。まずいですが、一夜が1時間にまで封じられ、残す容疑者の駒もこの調子ではあとわずかでしょう。ベルンカステル共鳴、やるではないか。私、バトラと違ってバカじゃないの。こんなゲーム5度も繰り返せば手の内は十分だわ。それでは改めまして、残りの容疑者、屋敷の人物のアリバイを検証してまいりましょう。何しろ24時から午前1時までのたった1時間の話、もはや難しいことではありません。まず24時の時点、この時点で2階廊下に夏日、クラウス、源氏がおり、それ以外の全員が1階食堂におりました。これはすでに我が主によって赤き真実で示されています。そうよ、24時の時点で屋敷の2階廊下には夏日とクラウス、源氏がいた。残りは全員1階の食堂。そしてご存知の通り、謎のノックがあって、片翼の紋章の手紙が現れた。そしてそれをめぐって午前1時まで延々と議論が続いたわ。私がそれを赤き真実で語るわ。食堂の全員は午前1時まで誰一人食堂を退出していない。
それをどうやって証明するのか。エリカはゲストハウス、誰かが食堂の扉にお得意の封印でもして証明したというのか。納得のいく証拠も証明もないぞ。赤き真実はただ真実であり、証拠も証明も議論の余地も必要ない。あんたが作ったルールよ。では次に源氏についてです。彼は犠牲者ですが、いとこ部屋での犯行に及んだ後、自らも殺された可能性も否定できません。そして何より、24時に2階廊下にいましたが、その後夏日の電話の取り次ぎのため使用人室に戻り孤立します。ということは源氏にも犯行は可能なはず。赤で語るわ。源氏は電話の取り次ぎを終えた後、そのまままっすぐ控え室に戻っている。証拠も証明も封印もアリバイもなく、ただ冷酷に真実をね。そして午前1時、親族会議は再び小休止となり、ローザがゲストハウスへ戻ります。この時本当に協力に感謝します。後ろ宮エヴァさん、ご起立を。エリカちゃんだけじゃないのよ。私もきっと今夜何かが起こると思っていたわ。彼女こそは私に封印を教えてくれた方。そして私と共に疑わしい人物のアリバイを確かめるために協力してくださいました。私は午前1時の小休止の時、源氏さんの控え室に行き、エリカちゃんと同じ封印をしたの。つまりこれが破られていなかったなら、午前1時から翌朝までこの部屋は誰も出入りできなかったことになる。続けてカノンさん、熊沢さん、ご起立を。お二人は朝起きてくるのが遅い源氏さんを起こしに行きましたね。そしてその時、扉に封印がされているのに気づき、それを破いて扉を開きましたね。はい、何かのいたずらだろうと思いました。あの時はそんなことは深く気にしませんでした。感想は聞いてません。事実だけを述べるように、封印を破って入室したのですね。はい。赤き真実でエヴァとカノンと熊沢の今の証言が真実であることを保証するわ。エヴァは午前1時に源氏の控え室に封印をし、それは朝の事件発覚時にカノンと熊沢に破られた。面倒だからさらに付け加えるわ。午前1時の小休止で最初に食堂を出たのはローザとエヴァよ。エヴァが戻るまで食堂の人間は全員その場に留まっていた。エヴァはローザを見送った後、控え室へ行き封印を行った。無論その際に室内には一切立ち入っていないわ。これらは全て関係者からの事情聴取で分かったことです。根拠なき赤き真実ではありません。証言から構築された正当な推理による真実です。証言だけでなく指紋の採取、各種科学捜査、可能な限りを尽くしました。何しろ金蔵さんの書斎はあらゆる薬物の宝庫、赤き真実に限りなく近い究極の真実である。各種の調査結果を得ています。はあ、サイエンスミステリーではないのでその詳細は割愛しますが。
我が物顔とはよく言ったものよ。次より探偵を名乗る者は決して客人として迎えぬよう、出会う者たちに忠告しよう。それがよろしいかと思います。探偵に雨宿りを許すなんて吹きつきあまりないことなんですから。以上から源氏の控え室へ至り、犯行を行うのが可能なのもまた24時から午前1時までであることが証明されたわ。そしてさらにエリカの調査によって源氏にもいとこ部屋へ至るのが不可能であることが証明されたわ。残るのはクラウスと夏日だけだわ。それ以外の全員のアリバイが証明されちゃったじゃない。後ろ宮夏日、最後にチャンスをあげるの。すべての犯行はあなたの夫の仕業だと自ら告白なさい。バカな、私が夫に濡れ衣を着せるような女に見えますか。ベアト、夏日は拒否したわ。そしてあなたにも同じチャンスを。分かっているでしょ。それともまさかクラウスが行方不明であるのをいいことに悪魔の証明でごまかしきれるつもりじゃないわよね。まるでエリカの書いた筋書きをあの魔女どもがそうなるように曲解してるみてえじゃないか。そうですね。ゲームマスターのラムダ・デルタ卿が納得したならその真実の真贋は問われない。最後に残った真実に基づかれ続く世界が紡がれる。その最後の真実が本当の真実とどれほどかけ離れていようとも。クラウスおじさんが犯人のわけない。おじさんは何者かに監禁されてるんだぞ。いや、そうと。夏日おば